オズバルト・ポール、オズバルト・ルートビヒ・ポール、オズワルド・ルートビヒ・ポール、1892年6月30日から1951年6月7日は、ドイツの政治家、官僚、軍人、ナチス親衛隊の経済部門の責任者であった。強制収容所の管理者でもあり、強制収容所の運営にも、責任を負う。最終階級は、親び、 武装親衛隊大将。1892年、デュースブルクに、カジヤ、ヘルマン・オットー・エミール・ポール。ヘルマン・オットー・エミール・ポールの息子として生まれた。8人兄弟のうちの、第五子だった。1912年に学校を卒業した後、1912年4月初めに、ドイツ海軍に入隊した。ドイツ国内のキールやビルヘルムスハーフェンで勤務したほか、西インド諸島や、 東南アジアの植民地でも勤務している。第一次世界大戦では、バルト海やフランドルに配属された。また、海軍学校に入り、1918年4月には、主係将校となり、海軍主係隊員の階級で敗戦を迎えることとなった。戦後は、キール大学で法律と国学を学び、再建されたバイマール共和成下のドイツ海軍に入り直した。 1924年からは、スビネミュンで、原ポーランドシフィノイシチェで勤務した。海軍には、新英隊で本格的な活動をする直前の1934年1月31日まで所属した。海軍における最終階級は、海軍大佐であった。この間、政治活動も盛んに行い、1920年には、義勇軍、レーベンフェルトに入隊し、 上、シレジアトルール地方で、義勇軍活動をした。1923年から、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党に、秘密入党していたが、正式な入党は1926年2月22日だった、党員番号3842。1926年から突撃隊隊員となり、キールに突撃隊支部を作るのに功績があった。 突撃隊内では1933年までに突撃隊少佐まで昇進している。ナチ党のキール市議会議員にも当選した。ナチ党が政権を掌握した後の1933年5月に初めてハインリヒヒムラーと会見。ヒムラーはポールの経済学の知識を評価し、新英隊上級大佐の階級で新英隊に迎えた。新英隊本部の管理局、 新衛隊の経済問題を所管に所属し、1934年2月1日には管理局の局長に就任した。当時新衛隊特務部隊や強制収容所は新衛隊本部のもとに属していたため、経済担当の立場からその監督にも関与した。1939年4月30日には、 ポールの経済部門が新衛隊本部から独立し、管理及び経済本部となり、ポールはその長官に任じられた。また1939年4月20日には内務省次官に任じられており、また内務省内の予算及び建設本部の長官も兼務した。デストや同はじめ様々な新衛隊企業を起こし、その経営に当たった。 強制収容所の運営にも引き続き関与した。1942年2月1日には、予算及び建設本部と経済及び行政本部が統一されて、経済管理本部が新設され、ポールがその本部長となる。1942年3月16日の命令により強制収容所監督部隊司令官リハルト・グリックスが SS 作戦本部配属から、 ポールの和バ配属に移された。以降、強制収容所は和バの D 局となり、正式にポールの参加となった。これは強制収容所の元々の意味であった隔離施設としての面よりも、総力戦体制構築が進むにつれて、奴隷労働力の供給源としての側面の方が重視されるようになっていったことを示している。ポール以下新衛隊経済管理本部は、 奴隷労働力として強制収容所囚人やユダヤ人を重視しており、彼らの死亡率を下げる努力は常に言っていた。一方労働できなくなったユダヤ人は絶滅対象であった。ソビボル絶滅収容所、トレブリンカ絶滅収容所、ベウジェツ絶滅収容所、ヘブムの絶滅収容所といった絶滅収容所特化の収容所は、 彼の管轄ではなかったが、彼の管轄下の強制収容所のチアウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所とマイダネク強制収容所にガス室が設置され、ここでは到着したユダヤ人を働ける者と働けない者に占する作業が行われていた。働けないユダヤ人は即ガス室へ送られた。 働けるユダヤ人は収容所で収容されて、軍需産業の労働力として徹底的に動員されていた。また経済管理本部は収容所に到着したユダヤ人たちから金銭、宝石、金時計、金の入れ歯などの所有物を取り上げ、これらをドイツ帝国銀行に引き渡していた。1942年4月20日にポールは新衛隊大将に昇進する。 また1942年12月、最初の妻と離婚して、IG ファルベン社の株企業である、ヘキスト創設者の未亡人、エレオノーレン・ブリューニングと再婚している。第二次世界大戦に敗戦した後、ポールはバイエルン州のブレーメンの近くで、農場労働者に化けて身を隠していたが、1946年5月27日に、イギリス軍に見つけ出されて逮捕された。 取り調べの際、イギリス軍人とアメリカ軍人から拷問を受けた。椅子に縛り付けられ、意識を失うほど殴るケルの暴行を受け、バルター・フンクの有罪を証明する文書を出すと約束させられた。ニュルンベルク裁判で証人として召喚されるなどした、後、ポール自身も1947年11月3日にアメリカのニュルンベルク継続裁判にかけられ、人道に背く罪や、 戦争犯罪で有罪となり死刑を告げされた。3年半、ランツベルクの死刑独房で過ごし、週刊中の1950年には、クレド・マインベイクズ・ゴーッド、新城。私の道は神への道をカトリック教会の許可を得て出版している。1951年6月7日に、ランツベルクアムレヒのランツベルク刑務所で軽事した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。